行完了、バイオ島ラスト観光ツアーやっていこうか。もうダメかと思った。ということで、あ、変気体が、おっぱいが大変なことになって、え、長袖なのにどうやってそれが分かっているのかっていうのが、まあちょっと、まあまあ、すごい得意そうな顔してらっしゃいますけどね。ね、はい。ということで、まあ今回ですね、まあとりあえず、まあ、ヴォルデモートをですね、はい。まあ庭床の杖でぶっ刺してね、倒そうかなーなんていうふうに思ったりもするんですけど、まあいろいろとやり残していることがありますよね。いろいろというか、まあ一個かな。まあ一個、まあいろいろっていうべきか、いいこと言うべきか、まあやること自体は一個なんだけど、それに対していろいろ起こるっていうことでね。まあ今、手持ちのお金が100万円超えたということで、その100万円をね、もう散財して、ぶちかましてね、手元にある武器を、あー、かわいい式できればハグしてほしいです。キックスプレイ。のおかげね、そうだね、ルイスさんのおかげですもんね。ああ、はい、あ、どう見えて、いいやつだった。ああ見えて、こう見えて、そう見えて、で、辛いよ。違う違う違う、こいつはアンブレラからの大下がりか。で、これはよくわかんない、なんかの角、角じゃない、あ、そっかそっか、これあれ、あ、ちょ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 っと待って、冬、あ、ここかな、んだ、ラスボスのあれか、脱出路ってね、レールルル、なんか、そう考えたら広いね、なんかね、いろいろね。ってことで、オープン。こっちに戻ることはできないので、まあ、早速、アシーちゃん登っていただきましょう。さあ、ラストご褒美プレイかな。ありがとうございます。遠慮、え、じゃ遠慮しなくていいの？遠慮しないだったらさ、もう、とりあえずさ、そこの、なんかもう、生まれた姿に戻ってください。ありがとうございます。ご褒美プレイですね。手慣れたもんですね。大したもんだろうって。でしょ？だしょ？ということで、その前に、違う。こっちから、あ、強化手榴弾作れるね。あ、2個作れるね。よし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 、オッケー。そう、これで極力ダダダーをね、ダダダーを倒していきたいな、なんていうふうに思いますんでね。はい。ボルデモートどころかね、もうなんかもう、よくわかんないにも、ダダ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 っていう名前になっちゃったと思うんですけど、まあ、そんなことも気にしないで、ヘイキック、ほんでもう、ヘイキック。こっち、あーあった。あ、素材屋さんいらねえな。よー、あ、違う。あ、間違えた。よーって言おうと思ったけど、違うね。まだだったね。ほんで、あれよー。あれよー。これどっけかな。じゃあ、こっちの方進んでいくんだけど。あー、見えて。食えない女だ。そうなんで、ちょっと食べても美味しくはない。あ、いや、美味しい。いや、多分ね、めちゃくちゃ美味しいんだけど。あ、サクッ。プルン。あー。ああ、かわいい。プルン。さあ、おいで。あ、もう、ほっ。プルン。やばいね。揺れ。ほんとに、もう、完全にあれだよね。チチパッドというかさ、もう、ブラジャーというかさ、そこら辺が全くもって、ね、もう意味をなさないほどの、もう、弾力性でね。よし、じゃあこれで、悪魔の宝石をゲット。裏を見ると、アダムサドラあれ2匹いたっけ、あ、いた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 、あれなんかもう1匹、あれなんか2匹チドンってしたような気がしたんだけど、気のせいだったか。よいしょ。で、あー、聖なる我が武将15代目オズムンド。はい。まあね、15代は、まあ、やっぱ室町も江戸も一緒だったからね。あ、ルイは16世まで行ったけどね。はい。じゃあこっち行きましょうか。で、まあ、しれっと最後まで実はちゃんと出てくるっていうところがなのかね。ここら辺に関してちょっともうちょっと新しい敵を出すっていうの。あれ結局新しい敵ってなんか出てきたっけ、あんまりそんな気もしなかったっけ。あれカペ。よいしょ。あ、ちゃ残念でした。あ、なんだ。あ、カウンターショック。カウンターショック。ルーム。ザルーム。んで、残りのアイテムは、ここら辺で、ボーコンインガーです。あざすあざす。で、こっちの方行って、アイテムの取り忘れ等々はないのかな。あれって、あんな状態になったら、もう、彼女が抵抗する術がないじゃないか。生き果てるの、おっぱいを、もてあそぼう。ちょ。ありがとうよ。見ていくぜ。で、なんか、いろいろ拾った。で、いろいろ拾って、ちょっと待ってね。で、こいつを、強化手榴弾をラスト作ってしまいましょう。ファッションショー。で、とりあえず、まずは、新しいの入ってるぜ。
とりあえず、まあ、ここでね、売るべきものは全部売っていきましょう。どんな物も大歓迎だぜ。あ、しまった。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、いろいろ、お付き合いください。てれてっ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 て。いらない。てれてっ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 て。どんな価値ある品だって、墓までは持っていきなさい。先に進む前にで。墓まで持って、ちょ、今ちょっと見えてしまったな、私の収録日が。はい、違う。とりあえず、整理して、こいつは、やっぱダメ。なので、こいつ、ほい。あ、こう、ちょっと整理して、あれ無理。いや、んなわけないよね。んなわけないから、こうで、あ、ちょ、待って、ボルトスロア、ボルトスロー、あれちょっと待って、武器ってこんだけだっけ？あれ、俺もっと買ってたはずだったんだけどな。ちょ、こいつは預け。まあ、ストック等々別に、ああ、そっか、一回売っちゃったやつはあれだよ。忘れてた。まあ、ちょっと、ほら、新しい手入れを行こう。そう、これがね、やり残したことだったんですよ。もうとにかく改造しまくっていってですね、はい、金がある限り、もう突き果てるまで。はい、もうちょっとやってしまいましょうっていうのがね、まあ、やっぱこういう圧倒的豪遊っていうのがね、もうね、どっかの太一さんみたいなもんですよ。7万パーチ !OK、これで解除完了。えぇ、チキン見とれちまったか。チキン、俺たちの職人技は芸術さ。いや、キモティー、やっぱ威力を改造するってお金かかるもん。あ、間違えた。威力をね、あ、だろう、合流するのが俺の好みなんですよ。これ、ちょっと待って。今さらになってあれだよ。足りない予感がしてきた。あ、合流ができなくなってきたかもしれない。やばい。足るかな。頼む。なんとか最後まで合流させてくれ。合流、7万、なんとか。限界を超えてしまいましたね。あ、いけな、あ、いけないそう、いけないですね。いけなかった、どうしよう。そうか、もっといけるもんだと思ってたけど、なんかめっちゃあれだな。なんならボルトスロアもなんか全然いけてないもん。違う。素敵な旅は、まあ宝物があるんでね、そいつを売っていこうということなんですけど、宝を売る前にですね、組み合わせてしまいましょうということですね。はい。まあここら辺をね、パッコパッコーってしてね、よいしょ。んで、よいしょ。ほいっと、ほい。あ、ちょ。オッケー。これで10万ペセタと。で、違う。パッコ。あ、違う。何してんだす。あ、違う。これ、色統一した方が高く売れる、もしかして。あ、じゃあ倍率が高くなるんだっけ？どうだったっけ？あ、なんか違うな。トレジャーの、あ、なんか、ミルロってなかったっけ？違うな。宝石をすべて外します。とりあえず、トリオじゃなくて、クワトロ、カルテットボーナス 1.7。で、これをちょっと一旦戻しましょう。違う、こうじゃなくて。で、トリオ3カラーズ、1.6。あ、やっぱじゃあ4カラーズの方が高いんだね。あれかな、ルビー自体がな、あれと比べると安いっていうのもあるけどな。まあいいや、そこら辺も気にしないでいきましょうよ。で、ここは、こっち行こう。とりあえず、手元にあるやつはね、全部もうね、もう売りさばきましょうっていうね。手元にある、その、ハメハメ系ボーナス、ハメハメ系宝石はもう全部売りさばいていこうっていう、そんな感じですね。ああ、まだあった。これは丸々だから、違う。こっちの方がいいね。ちょっとでも倍率で高く売っていきましょう。で、これは、同じ色系女子が好みなので、こっちですね。それから、宝石、ルビーとルビーを交換したところで何の意味もない。と、で、こいつも、こうだね。これ結局でも、色一緒にできるのこれだけだもんね。じゃあ、こいつはここにしていきましょうか。で、はい。なんか村長の義眼みたいな感じの、組み合わせになってるけど、まあそれは許されるだろう。よし、これで OK かな。素敵な旅をするのも大変なものが手に入ったぜ。お、マジっすか。じゃあちょっと珍しいものを俺の方で買い取って信じようということで、何でもござれすか。これで一体いくらになるのかっていうのがすごい売り上げって言ってね、これで私の 3ヶ月分のお小遣いになるわって、なんか後ろの方で足、あ、え、あ、傷ついたエメラルド売ってなかったんだ。忘れてたね。なるほど。あ、くぼみの、あ、王冠、ここら辺は1個ずつのあれになるんだ。そうか、売り値が微妙に変わってくる可能性があるからって、そういうオチなのかな。なるほどね。あ、これ、ちょっと待って、これでもだいぶな、おお、すごいことになってるぞ、これ、多分。80万ペスタくらいいくんじゃないか。いや、わかんない。
全然計算してないけど。で、いってけん、うん、おに、おはは高値で取引だ。あざっす、あざっす、高値で取引いただいてありがとう。でもその200万いった。で、なんか宝石ドロップ手に入った。はい。何がお望みだ？世界、ああこれはもうちょっと、まあいいや。で、これは後でにして、改造が、これが足りなかったから、金、改造ってのは根気と努力がいるんだ。そうなんだよね。根気と努力がいるのは間違いない。お金をね、稼ぐのにやっぱりね、根気とね、お金がいるからね。さあ、これで OK。じゃあ、じゃあ、セールじゃなくて。てっぺんを極めちまったな、ストレンジャー。てっぺん極めちまったな、ストレンジャーで、ここら辺の、これだけだ。金。あ、あれ？マインスロアって改造できないんだって。整理しな。あ、ちょっと待って。ちょっとでもアイテムスペースを、開けて、なんかちょっと面白いのができればなと思うんですけど、あえてこれをなしでなんか全部でやってみる？果たしてそれでチャレンジできるのかっていう一物の不安はあるんだけど、大丈夫かな？ウェルカム。ウェルカム。そうだ、新しい品を覗いてけよ。あ、じゃあな、チューンナップで、キラーセブン。キラーセブン。キラーセブンが手元にありゃなんとかなるか？ねえ、まあ、7発しかないけどさ、なんとかなるだろう。実戦で試しちゃうよ。てっぺん極めちまうよ。お任せだよ。あ、7、あ、すげえ、7万。ここで7万のが出てくるんだね。7万7700。もともとのね、あの原作での買うときのお金だよね。77,700円とかね。ただ、1個ね、心配なのがね、あいつらが出てきたときなんだよね。ムシムシパニックが出てきたときに、果たしてね、これでできるかって。他にもね、新しい物がね、欲しいんだけど、とりあえず、手入れの行き届いた品ばかりだぜ。俺たちが保証する。バインティングナイフ。なるほどね。スカルシェイカーとりあえず、アイテム。整理が済んだら声かけてくれ。ああ、すいません。そんな怒らないでいただいてもいいですか？やっぱいらないかな。違う。何して。これはやっぱいらないかな。アイテム購入しますか？いいえ。え？いいえにしたんだから。ちょ、何してんの？こっち。あれ？あ、そう。なんかすごいクリックの反応が悪いですね。こいつよりも、持ってく、あ、でもな、そうか、スペースの問題があんのけ。今あるのはこれだけなんだけど、持ち物がいっぱいだから、整理しても無理ぽーっていうことなんだよね。じゃあ、これ、売っちまう。でもな、あるっちゃあるんだもんな。あ、ちょっと待って、今の体力ってどうなってるっけ？今の体力を考えて、こいつを1個食っておく。で、なんとか、アイテムスペースが1個開かないだろう。素敵な旅。ウェルカム。ウェルカム。ほら、新しい品を覗いていきな。じゃあ、TMP にしようか。TMP だったら、モテねえなら先に整理しろ。いや、分かってるって、おっさん。そんなこと言わなくても分かるよ。数の暴力ってのを見舞いできるぜ。なんか全部こう手元に持っておきたいね。お次、また来いよ。じゃあ、ちょっと待ってよ。装備入れ替えで、まあ、確実にいらないだろうと思われるものを預けていきましょう。これもいらない。まあ、ハンド関係はね、なんかね、いらないかな。これもいいかな。よし、じゃあこれで、とにかくもう高火力のものをぶち込んでいくっていうのをね、ちょっとね、いろいろと今なんかね、ワクワクしておりますワクワクしてるぜ。じゃあとりあえずじゃあもうこれであんたのもんだ。まあ、俺のもんだね。お目が高いね。お目が高いだろう。お目が高いんだぜ。で、アイテム購入。そうだな、あえて言うなら優等生ってところじゃん。で、全然改造してなかったね、これもね。じゃあ、もしかしたら全然足りないかもしれないですね。まあ、そうなったらもう次のなんとか裏でしれっとやってるとかなんかってね。なんかの、とにかく、頑張った証が欲しいよねっていうところっすよね。よいしょっと、オッケーで。あ、なるほど。一回、うちは全部あれなのか。これめっちゃ改造した記憶があるのに、なんか改造がなくなっちゃってることになってるね。どうしよっかな。そうなると、こいつらを改造したとて、俺が望むあれじゃないんだよな。ってなると、これは、必要ですと。お望み通りですね。で、ハンドガン系はいらないから、とりあえずこいつも預ける。で、こいつも預ける。はい。ウェルカム。違う。こいつ。で、こっから欲しいのが、
まあ、ステイングレイノースペースってなんだし、モテねえなら先に整理しろ。分かってるよ、整理してんだよ。めっちゃ柄悪くなってる。ブロークンバッター。目は高くないですよ、鼻が高いだけっすよ。貯金貯金貯金。あー、ついにお金が足りなくなった。稼いでから出直してきな。あ、もうおっしゃる通りでございますね。はい、すみません、お金がなくて申し訳ございませんでした。本当に本当にすいません。仕方がねえな。じゃあこれで挑むか。仕方がねえよな、これで挑むしかねえよな。うん、よし、じゃあ行こう。すげえアシュリーが心配そうな顔でこっち見てる。え、そんな武器で本当に大丈夫なのみたいな顔で見てるけどね。まあそんな武器で大丈夫なんでしょう。なんかとにかく進めていきましょう。じゃあということでラスボス戦今からやっていきましょう。皆さんお楽しみでございますね。はーい、お楽しみでやったりしてたら先生に向き合いしかないですね。はい、よし。じゃあ下へ参りますね。下へ参りますってことは、ここで一体何が起こっていたのかっていうのは、アシュリー全部を見ることができていたっていうことですね。まあ、命中率もさることながら、彼女の足が実は超合金でできていたっていう、実はそういうオチがあったっていうね。いやー、あの状態でね、気絶もしてるのに、落とされてしまったら、もう、痛くて仕方がないよーってなっちゃうかもしれないけど。キャー、助けてーって、ムシムシパニックが現れてると。で、まあ、最終手段として、とりあえず、あれを撃つ。あれを撃つ？シカゴスイーパー。もうダメだね。頭が回ってない。シカゴスイーパーを撃つっていうのは、もうやっていこうかなと思うけど、それ以外はね、弾が全部なくなるまでは、とにかく目玉ぶち抜いていこうかと思います。ということで、まあ、ブロックバタフライなのか、キラーセブンなのかってところだけど。あ、お尻が素敵、綺麗。おのれ、なんておるかなことを。まあ、おのれって言われてもね、私は私でございますから、ね。はい、ということで、おのれってでもどっちの意味なんだろうな、本来ね。拒むとは。まあ、いつも思うけどさ、こういう状態になった時に彼らは本当に人間に戻ることができるのかと思うけど、まあでも、いくつか前のパート、初めてボルデモートとさ、出会ったパートとかで僕もしかして喋ったかもしれないけどさ、まあボルデモートの意思というよりは、どっちかというとその、ね、もうラスプラーガースにもう乗っ取られて世界を征服しようっていう考えになっちゃってるっていうことであれば、まあ残念ながらね、はい。で、彼女がどっか行くっていう、どっか、ああ、消えた消えた、消えた。ちょっと待ってね。その前に、まずはまあじゃあこっちかな。まあいや、まだ行ってる。ドン。いやーよし、OK、大丈夫。大丈夫。よしよしよし。おめめがくるくる。あれ？おめめが、ああ、もうなくなった。月と早い。おめめ、ちょ、調べない。なんか一周目のプレイでよくやってた。痛いことが起きたよ。ひざまずきなさい。ほい、キック。で、ほい、くるって回って。え？どこ行った？ズボが多すぎる。てか、お前その状態になってさ、口から目が生えてるわけだろ。どうやって喋ってんのよ、皆さんに。あれ、ちょ待って、全然聞かないぞ。全然聞いてなーい。強いな。これでやっぱやるっていうのはなかなかきつかったのかもしれないですね。え、どっか行った？あ、どっか行った？あ、そっか、あれがないから、スコープがないから大変なことになってんだ。集え、囲え、囚人なる信徒たちを。なんかこれ、あ、やっぱ、しまったな、ハンドガン持ってくべかったな。あ、こっちから行くか。え、どこ行った？あ、行った。あ、なんか目の前に現れて、うわ、あー、潰されて、落ちてゆくー。あ、なんだ、向こう側か。あばば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 どこ行った？あんなとこ行ったのか。あ、また上登っていく気なのね。こいつらもめんどくさいから、もうこれでいいや。こいつらもめんどくさいから、ダダ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 。あ、やばい、飛んでくる。うおー、危ない。何？あ、悪液って自分で言っちゃってんじゃん。いいのかよ。あー、でもこの距離からこれを撃つのはもったいないから。ほい。わー、飛びます。古いな、飛びます。ほい。おい、来るか。とい。よいしょ。当たってる？当たってない気がするね。
わあ、これしゃがむんだった。そして弾が切れた。仕方ないね。じゃあこいつでいくか。ほい。ほい、爆発資産。おりゃ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 。よし、これで潰れたか。よし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 。あれ、まだか。あ、まだだね。おー、やばい、痛い。ごちそうさまです。まあ仕方ないよね。これでなんかもうしれっと弾ハンドガン、ハンドガンがないんだよ。ハンドガンを持ってきてないんだよ。しまったな。ハンドガンを持ってきてないという、あの最大の失態を犯した。ってか、あーあったあったあった。もうレッドハブしかねえって言おうと思ったら、上の方よく見たらグリーンハブ。ほいっ。で、これを投げる。これ効いてる。あ、痛い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 。ほい、ふっほ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 っ。あ、あれ、おい、ちょっと待って、男のマロンを使う前に終わっちまったじゃねえか。あー、あ、ごめんなさい、あの、全…あ、嘘、何の脈絡もなく終わっちまった。男のマロン使えなかったじゃん。マジっすか。レオンのマグナム使おうと思ってたのに。どこまでもしつこい野郎だ。いや、本当にそうだよね。まあ、やっぱ治療は怒られる。そうでもさ、満足させられないけど、治療はね、女の子痛くなってきちゃうからね。はい、言ってね、ダラ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 宝石売ったり武器改造したりとかやってるからね。これちなみに、なんか40秒くらい何もしなかったら、ロケットランチャーが手に入るとかって、あ、そうか、ロケットランチャー手に入れなきゃいけなかった。これまで持ってきとかなきゃいけなかったね。しまったな。これちなみに、これを、こうやってたら、よいしょ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 、オッケー。で、これでぶち込んだ。で、続いてこれなんだけど、果たしてなんか作れるやつは、ない、あ、ということでですね。はい、ないということで、もう仕方がないから、これを。あ、ちょっと待って。あ、早かった。やっぱダメージを与えると、あれなんですね。なんか若干声がやっぱあれなんだな。よいしょ。くちゃ。これ以外の武器。あ、アイテム欄が開けなくなってる。これ、このままだと死んじゃうから。シドーン、オッケー、ごちそうさまでございました。はい、無事ね、なんとか。まあ、なんとかっていうことでもないな。なんかもっと、もうちょっとこう、白熱した戦いが繰り広げられるのかなと思ったけど、強化手榴弾を爆発しすぎてですね、はい、なんとかあれだったんですよ。いやー、なんとか。なんとかクリアできましたね。はい、よかったです、よかったです。ごちそうさまでした。その庭とこのツアーも持って帰る。うえー、ここにいたら危ないからこっちに行くんだ、レオンって言って、なんかやっぱり、なんだかんだ優しい人だったね。なんかこのさ、最後のに見えてる姿さ、この朽ち果ててたけどさ、どっちかって言うとその原作に出てきたサラザールみたいな感じがしない？取り込まれてね、大きいものに囲まれて中でなんかたまたまみたいになってるさ。うん、エイダ、うん、何をしている？これが私の欲しかったものなのよって。ルイスとの約束なの？え、ルイスとの約束。あ、アンバーをくれるってことね。悪いようにはしない。うん、まあ何に使うかっていうところだから、このアンバーっていうのがその、通常プラーガから、その上の支配種で、支配種の上からなんだっけ、そのアンバーっていうのが手に入るみたいな、そんなのノリだっていうことですね。うん、一緒に行かないことってね。はい、じゃあまたどこで出会えるかわかんないですけどね。まあこの10年、約10年後に出会えるっていうね。はい、お互い20代だった。まあエイヤギリ30歳くらいなのか、この頃っていうのは。うん、じゃあ行くわって。まあ乗り方がね、原作の時はね、エロすぎる、この乗り方がエロい、見える、急いだ方がいいわ。見えてるでしょ。ベリーキュート、うん、ベリーキュートちゃんいる。そう、泣けるぜ、泣けるぜね。あれだよ。じゃあまたね。何言うとしか分かんなくなっちゃった。頭回んなくなってね。はい、まあそんなことでね。レオ、あ、ついにこっちに来ちゃった。あのエレベーターどうやって呼び寄せたんだろうね。エレベーター、どうやって呼び寄せるんだ、本当にどうやって呼び寄せるんだろう。どうしてしまったの。呼び寄せるボタンが設置ついてなかったかどうかってことで。What's gonna work? おりますピーンということで、まあ武器がいろいろとあるんですけれども、まあそんなことは関係なく、さあ果たしてね、実際プロフェッショナルとかをやったりとかしてるとね、意外とね、なんかもうむちゃくちゃというかさ、自分でやっててね、泣けるくらいひどかったんですよね。どうしよっかな。とりあえずじゃあ食べとくか。食べといて、じゃあ、あ、まあ、いいや。これ込めて。これさ、むずいね。照準もヘックスもあったもんじゃないっていう。どこ打ってるかわかんなかったんだ。じゃあ走ろう。走り抜けるぞ。走り抜けるで、なんでここでハーブが手に入るのかがよくわからないんだけど、2分40秒もあるってなんかすごい優しく見えるね。プロフェッショナルの時1分50秒か
何歩だったかな、1分40秒か30秒かってかなり短かったもんね。よし、じゃあここで飛びましょう、飛びましょう、ぴょーん、あーぴょん、行くぜ、おいで。まあ一緒に飛ぶことはできないからね、一緒に飛んでたら大変なことになっちゃうからね。ということで、ぴょーぴょん、これ、なんか違った、襲ってこないんじゃ、襲ってこれねえんだよ。まあ、や、あのね、いろいろとやるよりはやっぱりね、あの、安らかな死をね、あの、お届けする方がいいかなと思うんだよね。こいつらも終わりですよ。はい。頭が吹っ飛んでも、まだね、ギリギリ来てる。これ2分以上あるから、これできることなんですよね。これが、あの、ほんとね、原作じゃないや、あの、プロフェッショナル、なんで原作とプロフェッショナルが間違えた、うん。の方だかね、ほんとに、ほんとにギリギリの戦いだったからね、あもう、ゆっくり進められないんですよ。これでもこの中にいるやつなんとかできないのか。あれ？あ、でもお金くれるんだこいつら。知らなかった。投げるときは言ってよね。あ、すいません。投げます。あ、遅い。はい、じゃあこれでいきましょう。ちなみにさ、あのさ、これ2周、これできたら面白かったなっていうのが、なんか2周目3周目とかになったらさ、ほらあれができるじゃないですか、あのアイテムの引き継ぎ。このエイダからもらったこの鍵もさ、あの売れるアイテムとしてなってたら面白かったね。確かにできなかったはずだよね。うん、よいしょ。でね、これがいつもね、ほらこれ、あ、いて、普通に食らってるし、そう、なんか意外となんかのっぺりしててね、結構ね、苦手というかむずいというか。これなんか確か決定ボタンを押してたら回るんだよね。あれ回んねえじゃん、あれ回んなかったぞ今。見て、あれ今決定ボタン、あ、決定ボタンってあれか、いつ、下手くそ、とてつもなく下手くそ、会いたい。あ、でもこれに当たったところであれなんだ、食らうわけではないのか。なるほどね。じゃあやっぱりあの動かない壁というか、危ない、削れる、決定ボタンを押しといて、ふう、あれ回んないぞ、どうなってるね、全然レオン握ってあげてないっていうね。優しいのか優しくないのかよくわかんない。意外と結構やっぱ、あ、でもあれなのかな、自分にこういう心を抱いてるからっていうので、あれちょっと本当に回んないと、なぜだろう、あれ何ボタンで回んのか分からなくした、まあ、恋心を抱いてるからこそ、あのこうちょっと あえて冷たくあの突き放すっていうのが結構やべえやべえ。これあれだよ、プロフェッショナルだったら一撃で死んでたやつだよ。よかった、優しい仕様で助かった。回んない、めっちゃ楽しんでんじゃん、余裕だな女の子。後ろからは特に来ていないということで、あー、お疲れ様。あぶねー、あれもうほんとプロフェッショナルだったら一撃でなんかあののっぺりのっぺり沈んでいく瞬間になるからさ、もうほんとに、あ、終わったわって思ったけど、なんとか無事生きてたね。はい、ありがとうございました。いやー、大丈夫。でも最後やっぱり胸に、あの胸じゃない、胸に沈みたいけど、胸に沈みたい、海に沈んでいくっていうのがね、やっぱりね。あと、まあこっちの島はさ、爆発資産したからあれだけど、村の方って結局プラーガーに侵された人たちとか含めてどうなんだろうね。ちゃんと殲滅できるのかな、あれかな。だからレオンが大統領に伝えて、で大統領が秘密裏にあの村を殲滅するっていう、そういう方向性に持っていかないと、やばいっちゃやばいよね。うん、任務完了。いや、まだだ、君を送り届けなきゃいけない、ね、任務は君を無事に返すまでだ。ほんと森川さんの声かっこいいよね。ありがとう。あのさ、こっちこそ数パート前くらいにさ、あの声優の話してさ、レオンのさ、あの声森川さんやってるさ、森川智之さんとか好きなんですよね、セシロスの声とか言っててさ、ってさ、目の前で今森川さんがずっと喋ってくれてるのに、それに気づかないでペラ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 声優について語るって、肩払いてえわって後で見返してと思ったもんね。さあ、お家に帰りましょう。なんかあのあれだね、ここのシーンはなんとなくその原作のさ、ねえ、あの女の人何なのってさ、どうした、気になるのか、カモンちゃうめってさ、さあな、俺の中にある原因なのかなっていうあの一言って、すごいこうなんか、うん、言葉にできない尊さがあるというかね。あ、怒られてるわ、すいません。はい、まあ、ちょっとあの2人でデートしてるところなんで、あの邪魔しないでいただけますかっていうのが、エージェントさんの言い分だったというところでございますね。はい、よし。まあということで無事に終わることができました。はい、なんかちょっとね、あのラストチャプターだったんで一気にまとめてやろうかなと思ってたんです。いや、あ、一気にやろうかなと思って今、本来ならね、あのムービー飛ばしたりとかなんだりとかするんですけど、まあ大体いつもここでね、あの後語りっていうのをさせてもらってるんで、まあ、今回も最後までお付き合いください。まあもしかしたらね、あのちょっと喋ることがもうないかなと思ったら、もうあのいよいよ
あの切ったりとかするんですけど、で、まず一つ皆さんに謝罪をしなければなりませんということで、まあ、一つじゃないな、二つだな、二つ謝罪をしなければね、一つはこの RE4 について、そして二つは、これ以降に上げていく実況動画についてっていうところなんですけど、まず RE4 に関しては、まあ、初めにね、観光ツアーカン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 とかってさ、クソやかましくさ、始まってさ、一人でベタベラベラベラ喋って、なんか早口言葉で何言ってるかもわかんない、聞き取ることもできない、本当にお前日本語喋ってんのかみたいな状態で実況動画上げてて、で、最初の方はクソ丁寧にさ、ベッドはこんなんでとかさ、本棚が並んでてこんなんなってるんですよとかって、いろいろ村のことやっててさ、最初のセーブポイントのところまでしか進むことができないっていうくらいスローペースでやってたんだけど、だんだんあれね、喋るのが、ごめんなさい、本当に疲れてしまったっていうのがまず一点と、あとはね、ものすごい見てて、ダラダラ感を感じて、これは普通にゲームの進行としてよろしくないっていうのを正直に感じたっていうところだったんで、まあ、そこも鑑みると、やっぱりちゃんと普通に、まあ、一つのチャプター1から3くらいに収まるよう、1パートから3パートくらいまで収まるように進めていかなきゃいけない。あ、いたんだ。ちゃんと写真見てなかった。そう、いけないなっていう風に感じたので、ちょっと急遽いつもの実況みたいな感じで、ただし、なんかちょっと遊び要素を入れたっていうやり方で進めていったっていうところが、まあ本音でございますというところですね。だから全然最初の、まあ、パート1とこのパート、まあ今から、まあ、このパート含めて 2,3 個前とかまで見てもらったら、全然いい喋り方とか趣旨とかが違ってるじゃねえかっていう、もうツッコミをいただくことになるかと思うんですけど、もうね、はっきり言います、おっしゃる通りでございます。もうグーの音も出ませんよというくらい、もう私叩かれても致し方がないかなということで、もう覚悟をしておりますというところでございます。これがまず1点目の反省でございますと。で、2点目が何かっていうと、実はバイオ6の収録をもうほぼほぼですね、バイオ6ってクリス編、レオン編、ちょっとここ黙っとこうか。バイオ6の話はこれ、ね、ちょうどね、次にするね。よくやった。やっぱジョージさんいいっすね。一つ聞かせて、これで何をするつもり。余計な詮索は不要だ。いやでもこれね、 RE5 がだから RE2 が2017、 RE3 が2019で、ビリッジが2000、その世界を加速させだよね。 RE2 がそうだよね、そう、2019は RE3 だったよね。僕が確か初実況上げたのはその時だったと思った。で、聞けてよかったわ。2023年今年がこの RE4 だから、まあ2年後くらいに RE5 が出来上がるんじゃないかっていう、進路を変えてね、ボリュームで言ったらバイオ4くらいと同じくらいのボリュームだから、まあ今回くらいのちょっと期待感を持てるんじゃないかなと思うけど、CPU がどうなるかだよね。その、レイダーじゃない、誰だっけ、シェバーが協力プレイで初の RE 系を協力プレイできるのかっていうところですね。まあだから、RE バースとかさ、サバイバルだっけ、RE3 と一緒に出たやつなんかっていうのは、その、オンライン上で一緒にプレイすることができるっていう仕様にはなってたから、もしそれが実現できるのであれば、オンライン上でね、まあ、オンライン上なのか、同じ画面上で、一緒に RE5 でシェバとクリスを、画面共有分割とかしながらできたりするんじゃないかななんて思ったりもするんですけどね。うん。と言いつつ、すみません、もう一個の謝罪の方の話に戻らせてください。もう一個の謝罪って何かっていうと、バイオ6を、クリス編、レオン編、エイダ編、ジェイク編って、まあ、4つあって、実はもう、クリス編結構進んじゃってるっていうのが本音なんですよ。で、もともとは、RE4 が発売する前に、未来のレオンを先取りしてやろうみたいな感じで撮り始めようと思ってたのがあったんですね。ところが、バイオ7の、クリス編だったりとか、ジョーね、もう、ジョーマストダイじゃなくて、なんだっけ、ジョーとかも、やつやってたら、もう、レオン編が間に合わなくなっちゃったっていうのがあって、もう一部撮ってるっていうのもあったんで、まあ、じゃあ、RE4 が終わったら、9年後の世界だっけ ?2012 年、13年だから、2004年の作、を描いてる作品だから、9年後のレオンに出会いに行きましょうみたいな感じで進めようかなって思ったんですけど、だからだいぶね、今喋ってる内容と、その収録が終わっちゃってるんで、言ってることが結構時代錯誤みたいな状態になってると思う。多分ね、一番最初のパートとか3月くらいに撮ったやつだと思うんですよ。それがずっと取りだめで残っている状態みたいな感じになっちゃってるんで、まあ、そっからね、RE4、に入ってっちゃったから、収録は後々になってきたんですけど、まあ、そんなことがあるんで、結構喋っているところがなんかむちゃくちゃ時系列的に、僕個人の時系列的にむちゃくちゃになっちゃってるっていうのがあるんで、とりあえずバイオ6を、まあ、レオン編で、まあ、
なんて言うだろう、エイダーと、まあ、ケッチャイフフイチャイチャ、あのエイダーの ノーブラで暴れ散らかすっていうね、あのやつになってますから、おっぱい丸見えになってる、はい、でまあ、そんなこと全然なくて、まあ、そんなのがあったりするんで、そんなんってどんなって話なんですけど、そういうのがありますんで、だからあ、ダメだ、自分で言っててバカかって思っちゃうんですけど、うん、まあそんなのがありますと。で、だからとりあえず目的としては、まあ、9年後のレオンの世界を描きつつ、まあ、せっかくやるんだったら、あの1周目しかまだやってなくて、各その今回シバでやってたり、シバじゃない、誰だ、ヘレナか、ヘレナでやったり、ピアーズでやったり、それからジェイクじゃなくて、シェリーでやったり、まあ、あの残念ながらエイダはエイダでしかできないんだけど、まあ、その各パートナーだった側の方で やる、かつエンブレムを全部壊して、でエンブレムを壊すことで手に入るアーカイブとフィギュアを皆さんで見ていこうみたいな、そんなシリーズで、考えていますというところですね。まあ、それができれば、皆さんとかもですね、次に、この作品やろうかなって考えているバイオのものがあります。まだやったことないですね。あのやったことないというか、やったことはあるんですけど、一回、まあ、PC 版ではまだやったことがない初プレイというところで、まだ実況動画としても上げたことがないやつなので、まあ、ぜひ、ね、そこをお楽しみいただけたらなというふうに、あ、お楽しみというか待っていただけたらなというふうに思っている次第でございます。はい、まあ、ということなんで、まあ、RE4 がね、ちょっとね、一つのパートとしてのその趣旨がブレブレになってしまったっていうことと、まあ、ちょっとその収録の関係上、まあ、RE4 にもうドハマりしてしまってですね、まあ、RE4 にドハマりしすぎたがゆえにですね、あの、過去バイオ作品、まあ、いろいろ実況上げてきた、ビレッジとか RE3 とか RE2 とかいろいろ上げてきたんですけど、もうすでにですね、RE4 の、プレイ時間が一番長くなっているっていう状態になっているくらい、ハマり散らかしているというところでございますんで、はい。まあ、なのでそこら辺ちょっと、そこまでして面白い作品に出会うことができてよかったですねっていうことで、温かい目で、見守っていただけたらなというふうに思っている次第でございます。はい、本当に大変申し訳ございませんでしたというところですね。うん。で、そんなこともありましたんで、まあ、今後その、まあ、とりあえず、バイオ6がやっぱりね、一人一人が、まあ、バイオ4とかバイオ5ほどのボリュームがあるわけじゃないですけど、まあ、だいたいね、トータルで2時間、3時間くらい、まあ、2時間半から3時間くらいかな、のボリュームがありますし、とはいえ、まあ、一周クリアしてるんで、ちょっと楽なプレイがね、武器とかも揃ってるし、弾薬とか回復薬とかも最初揃ってる状態でいくから、ちょっと楽っちゃ楽なんだけど、まあ、とはいえ、まあ、どんな苦労が待ってるかってもわかんないから、あれなんですけど、うん、まあ、仮に、まあ、2時間半かかるとしても、4キャラやったら10時間かかるというところでございますね。まあまあなボリュームになるかなと。で、それが終わったら、次考えてる、バイオのシリーズをやらせてもらって、そっから先またどうしようかな。もしかしたら、もうバイオシリーズやりすぎたんで、ちょっと別の作品やってみようかなと。まあ、僕はね、幅広くゲーム実況やりたいなと思ったりもするんですけど、本当はね、収録環境なんかが整えば、ティアキンやったりとかそういうのも、やってみるのも面白いのかななんて思ったりもしたんですけど、まあ、いかんせんね、こちらに、パソコンとちょっと接続する手立てっていうのが今のところ残念ながら、ないというですね、ことにも陥ったりとかしていますんで、どうなんだろうな、ちょっと後で試してみようかな。普通にテレビに、なんだっけ、HDMI ケーブルをつないで、プレイすること自体はできてるから、もしそれを、スイッチつないでできるんだったとしたら、そっちの実況プレイをやってみるのももしかしたら面白いかもしれないですね。うん。それをパソコンの画面上に映し出してさ、プレイとかできたら面白いじゃん。あ、そっか。それ後で試してみようかな。ちょっとまだやったことない。ほら、普通にさ、キャプチャーボードとかでさ、やったりとかしなきゃいけなかったりするじゃないですか。普通のゲームをやろうとすると。っていうのもさ、パソコンの HDMI と、それからゲーム側の HDMI と、どっちもその、発信になっちゃうから、ああ、そっか。そうなったら難しいのかな、やっぱりね。なんかそんな予感がしてきたと。なんかそんな予感がしてきたな。どっちも発信側になって、これテレビはね、画面を映す側だから、やっぱキャプチャーボード買わなきゃいけないか。そうだよね、そうだよね。ちょっとそこら辺、詳しく調べてみてやろうかなというふうに思いました。まあなんか、ほら、いろんな人がさ、ティアキン、おついちさんとかさ、ゲーム塾のキヨさんとか、そのあたりの方々、有名どころで言ったらその方々がやったりとかするとさ、どうしてもやっぱり面白いし、うん。面白い作品があるんだけど、やっぱり、なんか1パートで2時間とかさ、普通にやってるもんね。いやー、ところ、すごいよね。そういうの考えたら、全然なんていうの。この2時間も3時間も連続でね、ゲームを続けられるその体力がもうなんか何よりも恐ろしいなっていうふうに思ってて、まだバイオブレッジに関しては
なんていうの、バイオブリッジに関してはさ、あ、なんかいつの間にかもここまで来てるんだ、うん、そう、バイオブリッジに関してはあのセブンも一緒だけどさ、あのやっぱり FPS になってるから結構視点がしんどいっていうのは正直あるんですよ。視点がしんどいっていうのはあるんですけど、まあ、サードパーティーシューティングになるとあの画面がその360度回したりとかで結構その目線はしんどくないなっていうのがあったりしたから、そこ考えると RE4 に関してはそのベラベラ喋ってて体力がしんどいとかってのあるけど、ゲーム自体をやっててしんどいとかっていうのはないから、そこら辺は助かってるなって、やっぱ僕は TPS の方が好きだなっていう気がしますね。はい、ちょっとお目目パッチリ雨あられということで、さあ果たして A ランク付けは一体どうなる。あ、今気づいた、ここにグリーンハーブあるじゃん、疲れた時はあれなんだね、グリーンハーブ、ね、素晴らしいわ、ありがとうございます。まあ A ランクということで、どっか、まあ、もしかしたら、まあ、RE4 をしばらくあのやるのはあの終わって6やって、でその後にあの考えてるシリーズやって、でまた RE4 に戻ってくる時には、その時に初めてあの 今更だけどプロフェッショナルニューゲームに挑戦するとか、そういうのをやってみても面白いかもしれないですね本当に今更だけどね。はい、ということで、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回パートでまたお会いできたら幸いでございます。バイオシックスもぜひお楽しみください。ではチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。またね。